リングは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名は、タラカカワメンタイアカ、または、カワメンタイカに属する黒島長ダラにちなむ。黒島長ダラリングは1942年11月2日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港する。1943年8月15日に、EJ ホイ夫人によって浸水し、 ボストン海軍交渉に開港され建造が進められ、艦長ジョージジー・マルムファイ中佐の指揮下1945年6月8日に就役する。マルムファイ中佐は以前、スキップジャック艦長などを務めていたベテランであった。成長及び機材の装着後、リングは概洋での試験のため1945年9月15日に出港した。就役後は、コネチカット州。 ニューロンドンの海軍潜水艦基地を拠点として活動し、1946年2月11日にパナマ運河地帯へ向けて出港、8日後に到着する。リングはパナマ沖で3月9日まで活動し、その後北上。ニューロンドンで不活性化が完了し、1946年10月23日に退役、大西洋予備役艦隊入りした。 1960年3月にリングはニューヨーク州ブルックリンに牽引される。ブルックリン海軍交渉で訓練艦への転換が行われ、様々な潜水活動の訓練に使用された。1962年にはリース -297 に艦守変更される。リングはその後のインス -297 に再度艦守変更され、1971年12月1日に、 除籍された。その6ヶ月後にリングは潜水艦記念協会に寄贈され、スクラップとして廃棄される運命から救われた。同協会はリングをニュージャージー州発見サックで記念館として公開するためその移動を海軍に請願した。祖国に貢献するために自らの一生を捧げた我々の仲間の記憶を永続させるため多くの市民と企業がリングをレストアするための時間と、 技術、資金を提供した。心臓管のように再生されたリングは1973年1月に現在の公開場所であるニュージャージー州発見サックに到着した。管の内装は戦時を再現する実物で維新された。リングは発見サックの78リバースストリートにあるニュージャージー海軍博物館で1年あたり1ドルの賃貸料を支払って公開されているが、 2007年1月にリングの土地管理者であるノースジャージーメディアグループが土地の再開発のためにリングを移動する必要があることを博物館に報告したことにより博物館側ではリングの新たな公開場所を探しているリングで使用されていた古代の金庫には書類と金属製の物体が収められていることが X 線写真により判明していたが その会場番号は長い間不明のままであった。2006年1月27日に、ジェフ・シュタールが、指先と超音機のみで金庫を開けることに成功した。金庫の中には1ダースの1000と同化、45、後継弾丸2発、鍵のリング、多くの訓練及び整備マニュアルと、1940年代及び50年代のカタログ、エタノールの1クオート管2個が収められていた。 リングは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。